皆さん、はじめまして。ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化再興を目的とした放送番組です。今回は、豊田有恒氏、SF 作家、推理作家、翻訳家、脚本家、評論家で、島根県県立大学総合政策学部、名誉教授です。何でも笑い飛ばしてしまおう。何でも笑い飛ばしてしまう。物事を考えるとき、笑いの要素は必要である。規制の権威、定説、常識などを取り外すためには笑いが必要である。つまり一旦徹底的に茶化し、洒落のめして笑い飛ばしてしまうのである。そうすれば、硬直化した思い込みが取れる。発想の転換などという言葉は、マスコミで取り上げられるようになったが、そういう標語だけが先走りしているようでは、本当にそうはならない。掛け声倒れになってしまう。どうでしたか？人生とは何かと考えても答えは見つかりません。それで悩み、時間を浪費するのは馬鹿げています。大いに人生を楽しみましょう。本を読み、友と語り、恋をし、スポーツを楽しみ、仕事に励み、趣味を持ち、社会活動にも参加して、この世に与えられた人生を 100% 楽しむ。これが人生の過ごし方だと思います。では、また会う日まで、また会える日まで、さようなら。